はい、えー、田中翔造朗読する15分を始めたいと思います。えっ、ー、とですね、もうすぐ終わりそうという感じですが、あの小松弘先生のですね、えー、解説文を読んでおります。えっ、ー、と、まあ、この、えー、田中翔造選手の第4巻はですね、ま時期訴前後ということで、この時直訴がですね、やっぱりこのテーマになっている。 ように思いますで、えー、この、えー、昨日読んだところはですね、まあ、あの田中正造の憲法観ですね、田中正造の憲法観を、えー、おさらいしたと。で、彼は、まあ、あの立憲君主制というのはですね、天皇がもともと持っている尊厳とか神聖さを保障し、また増幅させるんだというふうに考えてたということですね。でこの辺りは どうしてそうなのかということを考えて、やっぱりあの幕末のですね、えー、に戻るんじゃないかなというあの気がしますが、えー、ここに憲法が入ってくるわけですね。まあ、このあたりはやっぱりあの、明治期の人たちの,この政治的な位置づけというのをですね、まあ、決定していたのかもしれません。あの民権なんだけど、えー、それと天皇。 というのをどう考えるかという問題ですね田中翔三さんの場合はですね自由民権なんだけどもその天皇、えー、を非常に重視するんですねただこれはですね、まあ、あの小松先生は引き合いに出してませんけど五箇条の御正門というのが非常に重要なんだと思います何回かあの言及してますね でそれで、五箇条の御正文で、天皇がまあ、晩期公、えー、論にて、えー、決すべしと、まあ、晩期公論に決すべしえというふうに、あのー、言っているわけですね。で、また自分はですね、天地使命に使ってると。で、これがね、ちょっとないとね、えー、と私としては、まあ、あの寂しいんですけど、だから天皇があのそういうふうに言ってるから、だから自分たちはあの自由民権、 えー、運動がである種の錦の御旗ですよねで。それをやることによって、まああのー、幕末において官軍じゃなかった、えー、けれどもですね、えー、天皇の名の下に自由民権運動ができるわけですね。ですから五箇条のご専門っていうのはいかに大事だったかというふうに思うんですね。非常にあある意味先進的であれも 別に誰か作ったわけですけどね。あの、その、新政府の誰かがね。まあ、あの、えー、それも誰かは大体わかってますが、まあ、あの、ある意味だから、洗脳は言わされてる、誓わされてるわけですね。それも不思議な話です。はい。まあ、この辺は語り出すと面白いことがいっぱいあると思うんですが、えー、これを小松先生はですね、でも、あの、なんか、あの、 あまりそう,う天皇を相対化している感じのところは見ないで、とにかく田中正造は天皇を新生死してるんだと。で、憲法はですね、それを増幅させるんだと。もとにかく田中さんはそう考えてるんだ。というふうに、まあなんていうかもう、田中さんがそう考えてるんだから、まあこのコーナーは、コーナーはっていうか、この <laughs> 本はというか、えー、その田中さんのことを解釈するんだからもうん、それをどう解釈するかを考えてればいいんだというふうになりますが、まあ、やっぱり私はあの実は、えー、そういう田中正造が天皇ですね、まあ、ある意味でん,、まあ、なんていうか相対化している部分というところで五箇条のご正門があり、まあ、それを通して、えー いわゆる官軍とか新政府の反発政府とかの中にいなかった人間であるにもかかわらず、その天皇とですね、えー、親しい、あのー、つながりを持てるようになって、同時に自由民権運動もできると、それがあのこの被害民たちの間にもです、ねえー、あったということですよね。 まあこの辺りはあの国学もですね、北関東のえ盛んだったまあ総合の国学というふうに言われますけれど、それとも関係があると思います。はい。で、ちょっと前置きが長かったんですが、ちょっとこれはあのノートに今言ったことは書いておいた方がいいかもしれませんね。だから小松は引き合いに出していないが、 五ヶ条の、まあ、ご正門がですね、えー、この民主主義と天皇制をつなぐ鍵で、えー、これがあるから、まあ、あの、官軍にも属さず、反発、 政府にも属さないのに、天皇、えー、っとの、えー、天皇にですかね、天皇に親近感を覚えつつ、民権運動も、えー、遂行できる。で、まあ、その背景にはですね、 幕末における、ま、北関東のですね、えー、での、ま、国学ですね、広がりがあっただろうと。だこ被害民もそうなんですよね、えー。天皇との一体感を持てたと。はい。えー 広角、まあの広がりがあると、まあ。そんなところです。私がお補った方がいいかなと思う、ねまあ。この、えー、だから五箇条の五星も、えー、天皇の位置もです、ねえー、相対化できたと。つまり、えー、天皇もですね天地神明に近いわけです。 えー、誓って、まあ、その、民主主義ですね。晩期講論。消すべしと。えー、えー、まあ、言うと。はい。これがあんたりにしときます。えー、結構もう七分過ぎちゃった。<laughs> はい。でつ、えー、続きをいきます。すなわち、えー、田中正造にとって、彼が好んでよく使った 憲法的勤皇という言葉。はい、もともとは、尾、えー、崎幸雄まあ、県政の神様ですね。の造語のようだ。まあ、ですから、県政の神様と言われるぐらいですので、で、この、憲法的勤皇。勤皇っていうのは、まあ、あの、えー、勤めるという字と、えー、王様の王ですね。で、これが、あの、象徴しているように、天皇の神聖さが汚されている。 という問題も突き詰めれば、鉱読問題や鷹野問題と同じ憲法問題の一環なのであった。言うならば、天皇も人民同様に憲法無視の政治の被害者であった。そしてそのような認識の成立が田中正造をして、心情レベルで天皇との距離を急速に縮めさせてゆく。 そのことを伺わせる例の一つに1898年1月24日付の雲隆寺黒崎禅王ほか宛手の葉書に書かれた、えー、丸印「名君に代わりて読めるこの旧暦の正月」「国家田治の様を見て丸印」「はい」とこれはあの歌ですね「えー、めでたしやも悲しも」 知らぬ、民草の無邪気を見れば、糸と悲しき。はい。でこれ、お正月で、まあ、無邪気に喜んでるということですね。えー、めでたし屋も、悲しも知らぬ、民草の無邪気を見れば、糸と悲しき。えー、という歌です。まあ、あのー <coughs>、名君に代わりて読めるっていう、まあ、ここですよね。名君ってのは、えー、優れた、 えー君,主えー、君主ということですが、まあ、天皇のことを、えー、指しているわけでしょう。ちなみにですね、まあ、これも本当にちなみになんですけど田中正造さんは天皇といいう言葉はあんんままり使っていませんよね、えー、これ結構ね私はなんか、えー、重要なんじゃないかという気もしてるんですが小松先生は当然天皇天皇って言ってるし私も天皇って一応言ってますし。 あの政府はもちろん、この天皇ってあの言ってて、ちゃんと大日本帝国憲法でもですね、えー、天皇の位置づけをしてるわけですが、あまり言わないんですよね。えー、皇帝とかね、えー、我が、まあ、帝とかは言いますけどね。で、でここでも明君っていうふうに呼んでますよね。まあ、はいはい。で、これは、あの、だから、あの正月なのに、 えー、特にこれ、講読民のことを、まあ、考えてるのかもしれません。だから、めでたいんだろうか、悲しいんだろうか、まあ、それもですね、よく分からん。という状態の、えー、中で、正月ということで、無邪気、えー、にですね、えー、振る舞っている。で、これを見ると、本当に悲しい気持ちになるということですね。はい。まあ、ですから、本当は正月ですから、楽しいわけですね。 だけど、悲惨な状況にある。でも、楽しく祝わないといけない。まあ、これが、あの、とても悲しい。それを、明君に代わって読んでるんだ、ということです。きっと、えー、天皇も、まあ、天皇という言い方をしませんが、えー、見ればですね、やっぱりそういう、あの、悲しいと思うだろうな、ということです。はい。で、この、えー、歌が挙げられる、本,本館が、 対象とした時期から拾い上げれば、1900年5月から6月頃にかけて、日本魂、これは、ま、多分大和魂と呼ぶんだと思うんですが、まあ、日本魂と書いてあります。日本魂、大和魂が、地を払わんとしていることを憂い。はい、でこれは日清戦争の時は結構ね、田中正造も連発してました。えー、でも、そこを憂いでいるわけです。和歌。 国風の道、土地の保存の重要性を訴え、ということで、もまるで完全に国学ですよね、この考え方はね。だから、まあ、あの、田中さんはどこかで、そうだ、えー、この近辺は国学なんだというふうに思ったかもしれませんね。ちょっとわかりませんけどね。えー、国学。 を、この若い頃に学んだ。ここがこう思い出したかと。まあ、そんなところですね。え和歌の保存は大事だ。という風うに言うわけです。その代表として、朝日に匂う三桜花まあ、あと山桜の花ですね。多分朝、朝日に匂う山桜。 というふうに訓読みするかもしれませんが三王歌と読んだ方が語呂というかあの音の数は、ね、いいですけどねでこれは本範長の歌の一節や吉田松陰と親しく「海、え、防、ー、相」のはあのこれはですね「海」という字にあの防衛の防で僧侶の相ですねの異名を取った、えー、長州尊上派の そう、えー、そう、えー、僧侶という意味ですか。そう。えー、合唱ですかね。えー、合唱、月の性格と書いて合唱の歌を引用していることなども、一つの霊障になろう。で、この吉田松陰、えー、といえば、まあ、かなりもう、えー、激しいですね。尊皇上位派ですよね。で、えー、言い換えれば、それらは被害者天皇の心を思いやることで、 高まってきた相意この草毛っていうのは草深いあの田舎っていう感じの意味だと思いますがあの相毛の国学ということが言われてまして、えー、この江戸とかあの都などで栄えている国学とは違っていて、まあ、地方のですね、えー、有力者の間にこう広がっている、まあ、そういう国学のことを指します。 で、これは、えー、これがですね、うーん、蘇ってきたような感じですね。だから、えー、はい、小松先生の文章。だから、直訴状に相盲の微信と書いてある。はい。で、この微信っていうのは、あの、かすかな進化。ということで、かなり下っ端の、もう小さい、小さい進化ですよ、というふうに言ってるわけですね。 えー、そう書いてあることはこの時期の肖像にとってごく自然な表現であったと見なければならない。はい。で、次から新しい段落になって、ちょっと話が変わってくるので、まあ、ちょうど15分た経ってますので、今日はこの辺で終わりにします。まあ、ちょっと前半で私のね、えー、このノートというかメモ書きで、 えー、いろいろと田中の天皇官についてちょっと補足をしました。と同時に、えー、ここで重要なのは天皇も人民同様に憲法無視の政治の被害者だったという小松先生の読み方ですね。はい、そして、えー、この和歌をですね保存しなければというふうに言っていてかなり総毛の国学を、えー、復活させてるような そはいじゃあまあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。